はい、SN リーノヒェンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はじめまして。私はタムと申します。今年32歳です。ベトナムから来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ラムさん、今まで、日本に来て何年目ですか？3年半ぐらい。3年半ですね。3年半、どんな仕事をしていましたか？私は仕事を始めます。来るときは、食品加工です。食品加工ですね。ええ。どんなものを加工しましたか？料理の空港を作ります。空港の食品加工工場？飛行機？おお弁弁当。当？お弁当ですね。技能実習生終わって、特定技能になったらどんな仕事をしていますか？牛の搾乳。牛の搾乳。牛の搾乳の仕事は何時から何時までやりましたか？朝は4時から10時まで、あ、午後は2時から7時ぐらい。1時の、搾乳以外の仕事をやっていますか？やっています。どんな仕事ですか？ミルク。ミルク以外は？チェックします。始めますとき、ミルクチェックします。あとは、掃届除？届く。はい。れます。あとでタオル拭きます。できますね。はい。ミルクかけます。牧場の仕事をどのぐらいやりましたか？1年半ぐらい 1 年やり半ぐらい。じゃあ日本に4年半いました？日本何年いましたか？3年半お弁ぐ当らい工場をどのぐらいやりましたか？4ヶ月ぐらい4ヶ月？そそうです。の後はどんな仕事ですか？あとで水産加工。水産加工。なんで水産加工を変えましたか？水産加工は、1年半くらい。なんで変えましたか？前、私の食品加工けど、コロナがあるとき、飛行機飛ばない。だから、後で組合の人と古い会社は、新しいの会社にいます。それでベトナム人全部新しい会社。行きましたね。で、最初、空港の工場で働いたけど、コロナだから、飛行機飛んでないので、水産加工会社に移動しましたね。そうです。で、水産加工終わったら、牧場を働きました。牧場の会社、どこで、どこにある牧場ですか？北海道。北海道。い。ランナーさんと一緒に働いていますか？一緒に会社けど、違うの。私の旦那さんは、支店。違う視点。そうです。私は第三の牧場をやります。旦那さんは？旦那さんは、仕事は、牛の赤ちゃん。あ、牛の赤ちゃん。
一緒に住んでいますか？一緒に住んでいます。子供二人いますね。はい、二人います。何人欲しいですか？二人だけ。二人。子供いっぱい欲しくない？何歳から結婚しましたか？私22から結婚しています。結婚した後、日本に来ましたか？私は28歳時日日本に本来た。に来た。はい。22歳から28歳までどんなことをやりましたか？コロモンだ。私は、会社、日本人の会社をや日本りのます。会社、どんはい、なそう会です。社ですか？バイクのログ。バイクの道具作ってる会社。それで日本に行きたくなった。私、ベトナムいるとき、日本の会社やります。とき、私は、日本人は、やります。とき、ちゃんとやりますと、一生懸命、経験がいっぱいあるから、あとで私、日本行きたいです。いっあ、ぱい行き経たい。験したいですから。北海道以外、どこか行ったことありますか？技能実習生の時、どこいましたか？実習生は、千歳。います？はい。千歳、北海道だっけ？はい、全部。あ、ずっと北海道ですね。あ、はい、そうです。寒さはもう慣れました。じゃない？何もうで慣れすたか？んじゃないですか？寒いさ。寒さ。何だ？慣れて。慣れてないですね。北海道、本当に寒いかったから、私、本当にちょっと大変です。今、一人8歳、一人何歳だ？11歳と、8 歳。はい、子供も今度大きくなったら日本に行ってほしいですか？考えてない お母さん、日本に来てよかったから子供も日本に来てもらいたいと考えていますか？本当に今私と主人は仕事したいだから子供は日本に来るとき多分ちょっと大変と大思う変だですから。ね。いや、大人になったら、大学とか、留学生とか、行かせますか？時々大学、行きます。タムさんの身長は何センチですか？150センチです。150。何キロですか？44キロです。44キロ。今まで大きい病気、大変な病気ありましたか？ないんです。ないですね。アレルギーありますか？食べたら赤くなったり。ないんです。ないで全す部ね。で。何でも食べられます？はい、何も食べられる。血液型は何型ですか？はい、すみません、もう一度お願い。羊毛的啊，Chị nhóm mà em chẳng nhớ chị ạ. わかTại らvì côngない。ty nó ám tính nhật thì em chẳng để ý, em không nhớ được. Vì công ty nó今thu luôn. 年の健康診断受けましたか？はい。どうだったんですか？去年、12月の去年やり去ま年す。の12月ね。はい。どうだったんですか？全部大丈夫です。大丈夫ですね。OK。大体わかりました。また、企業と連絡したら、面接してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうもあわりがかりとうごました。ざいました。はい、失礼しまおす。願いします。はい。